臭すぎて絶滅した動植物激臭ランキングトップ3。第3位、グラストンクス。体長30センチほどのネズミの仲間、常に湿っており不快な匂いを持つ。驚いたり危険が迫ると強烈な臭気を発する防御機構が働くが、匂いがきつすぎて同種同士も敬遠し合い繁殖できず絶滅してしまった。第2位、スメルゴトン。体長5メートル、キュラ紀のボンゴル付近に生息、天敵の恐竜を寄せ付けないように巨大な鼻から常時強烈な臭気を放出していた。この匂いは数キロメートル範囲に及んだが、餌となる小動物さえも遠ざけてしまい絶滅する運命となった。第1位、フェティダブルーム。花は鮮やかで美しい外見をしているが、開花すると耐え難い腐敗臭を放つ。動物に食べられない防御として花の内側から黒い粘性物質を分泌したが、これには環境汚染レベルの臭気と毒性があり、周囲が荒廃、絶滅に至った。いかがだっただろうか。新たな発見があったらお知らせするので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。